あ、もしもし、今カジノ来ました。2階の大佐にさ、うん、なん、あと大事な話がありますってさ、電話だけしとかん。あ、しとく。何時まで起きてるみたいな。確かに。あとでにする？あ、今かけてる。オッケー。あ、ごめんごめん、ちょっとちょっとだけ電話してから行く。うん。はい。あ、大場です。あ、どうも。あとであの星野沙羅と、ええ、ちょっと大事な話があるんですけど伺っていいですか？私にですか？はい。いいですよ。あ、じゃあちょっと後で時間できたら行きます。何時ぐらいかな？ちょっと待ってくださいね。ええ、何時くらい、何分くらいかかるこれ？30分以内には行けるんじゃない？今から体験する？30分以内には行けると思うんですけど。ああ、そうですか。今私も外回ってるんで、じゃあ30分後ぐらいに戻れるようにしておきますね。わかりました。じゃあ、はい、はい、お願いします。はいはい。マジかよ、急げ。待って、これ鍵なくない？やばいかも。ちょっと待って、言うだよな、これ持ってんの。あー、いいだな。ガレージ出すか、時間ないし。オッケー。50万だっけ？私出せよ。いや別に、あ、あ、今、あ、なんかある。あ、ある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 。マジ？あった。え、カジノにあったんだけど。なんで？ナイス。まさかこれ大佐にもらったやつじゃない？そう、めちゃくちゃなんかバッチシ。このためにあったかのような。え、いつカジノに置いたんだろうこれ。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待っとくか、うちらは時間あるし。さす、別に待ってるわけじゃないもんな。さすだけ、うん、あのさ、一個言っていい？うん、あの、いや、なんもない。何？いや、あ、はい、お願い。あの5人でいるならいいんだけどさ、うん、今お前と2人でいるとさ、ペアルックしてるみたいになるんだよ。修理行きますか？気づかなかった。盲点だった。こんなこんな格好してるやつらいないもんな。いないよ、うん、上着だけならまだしも、リュックお揃いにして。いやー、ジャグラいいんですよこれは。大佐なんて言うかな。あれじゃん、一番暇な時にするやつじゃん。お前といると退屈。いや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 、世界が明るく見えすぎて逆に何も見えなくなってそれし始めたってことだろ。逆に今何してんの？え？いや、マジでボーってしてた。そしたらなんか変なメロディー聞こえてきたから、これ暇な時にやるやつだって頭の中で認識して。いや、マジでお金取りたいレベルだけどね。何がだ？私のこのブーブーを聞けるだなんて。いやいや、俺の暇な時間をなんだ。いや、ちょっともうあれだ、何も出てこなかった。いや、わかるよ、この時間ってね、何も言葉出てこないから。言葉にしようとしたのに。まあお前語彙力ないから。は？そんなもん。何を言ってるんだ。星の数ほど語彙はあるぞ。星野だけにうまい。出すぎよお前。脊髄いくって、このままだと。お前の脊髄ってなんか弱いよね、他の人に比べて。いや、まだ行ってないぞ。あと一発殴ったら行くぞ多分。あ、ちょ、あ、ブスカ大佐。ああ、こんばんは。こんばんは。おはようございます。おはようございます。今11時らしいですよ、朝の。朝の11時？そうなんですか？ええ。わあ。話があってきたんですけど。ええ、そうでしょうね。大事なお話です。ええ、そのメカニックの極意を伝授してほしいなっていう。まあ一旦体験がしたくて。で、まあどっちかっていうとカモの方がなりたい欲は強いんですけど。ほうほうほう、まあ強いか。いや、そう、うちら2人で体験するなら、どうせならお世話になった大佐に教わりたくねってなって。 BMC で体験したいってことですか？ですよね、カモさん。そうですね。本当ですか？
本当です。あ、すみません、噛み合いが悪いだけで、あの、意思は一緒なんです。こいつと会話のテンポが合わないだけなんですよ。噛み合いが悪すぎて、あの、どっちかが嘘ついてるしか覚えないんですけど。嘘ついてないですよ。嘘ついてないのね。違うんです、はい。あ、全然ね、多分体験自体はできると思うんだけど、はい。BMC のね、が結構こう見えて人気でね。いやー、わかりますよ。わかりますよ。そう、だから体験がちょっと順番待ちになっちゃうんだよ。なるほど。はいはいはい。だから、割と待っちゃうかもしれない。割とってどれくらいですか？ちょっと待って、今何人いるか聞いてみるね。そうそうそう。いってー！だっせー！この時間やばすぎる。うざ、はい。なんと驚きのですね。はい。はい、今、当店体験待ち13人いるそうです。13人？13人。ええ、でまあただ13番目になるというよりはその中でもこう連絡が全くつかなくなってる方とかもいて、はい、そういう方たちはもう順次飛ばしてってるんですよ。はいはいはい。だから、まあ、13番目に呼ばれるというわけではないんですが、13人今待ってて、で、はい、だいたい、3日間かな、3日間、リアルって言い方よくないな。なんだ？伝わります。伝わります。よし、伝わったな。そう、3日体験できるらしい。3日絶対やらないといけないやつですか？いや、絶対やらなくてもいいけど、例えば1日来て残り2日お休みしたら1日だけの体験で終了ってこと。なるほど。なるほど。うん。でもね、まあぶっちゃけ体験、大きい声では言えないけど、体験中もいろんなことやらせてもらえる中でね、だいぶ儲かりますからね。本当ですか？初心体験の方は優先していろんなこう仕事をやらせてもらえるんで、割のいい仕事をね。ワクワクしてきました。ワクワクしてきたっていうのはあるんだけど、ただやっぱりそれだけ待ってるから結構先になっちゃうかも。13日とかは厳しそうですかね。そんなちょっと待てよ。13日ってお前あさってぐらいの話してるじゃないかよ。あ、やっぱ難しいですよね。それは難しいんじゃないかな。わかりました。あ、それはいくら私の力を持ってしてもね、くあ難しいかもしれない。プスカ大佐でもか。そうなんですよ、なんだって私ここの平社員ですから。あ、全然ダメだ。ただ金をちょっと持ってるだけの平社員なんでね。なるほど。だから別なメカニックさんとかだともっと早く体験だったり入れたりとかする場所もありますね。わかりました。いや、そうメカニック勉強したいけど、うん、まずプスカ大佐に連絡してダメだったら他のところに行こうって二人で話してたんです。嬉しいな。だって車もらいましたもん。そう、お世話になってますから。もうずっとこの車ですよ、僕。いや、いい車ですか。本当ずっとこれ、この季節これきつくない？いや、もう結構上手くなってきましたよ、このハンドリング。この、滑らない？かなり滑ります。ちょっと待ってね。え？ちょっと無料かな。なんで無料？無料でいいよ。え？うわぁ、ブスカ大佐！大佐！無料でいいよ。大佐！大佐！あ、言っとけど安いからね、これ。いや、それすらもうないんですよ、こいつお金。え、なんで？働いてないからです。いや、働いてはいます。嘘つくな。ホットドッグ屋で働いてはいます。ホットドッグ売ってねえだろ。俺よく見たら車歪んでんじゃねえか。ベコベコじゃないか、もう。あ、あ、でもあれだよね、起業するんだもんね。あ、そうです。だいたい何やるか決まったの？イベント会社兼飲食店です。いろんなイベントやります。おお、いいね。はい、メンバーはもう決まったんですか、その会社立ち上げの。あ、同期5人組です。仕方なくこいつも入れてあげてます。いや、僕は必須でした。マストで、マストで、マスト、マスト。え、聞いてくださいよ、大佐。私が社長で、ちょっとパンツなんか見せないでもらっていいですか？はいはい。あ、すいません、見ないでください。あ、いや、はい、見せられた、見せてんのよ。はい、私が社長で、はい、1人が救急隊で、1人カジノの従業員で、1人警察志望で今合否待ちで、で1人がその無職なんですよ。だから無職は必須ですね。じゃあ必須です。でもこいつがメカニックになったら最強だと思いませんか、うちら。ああ、あの職業的な話だよね。そうです、全員が全部できるってやつね。そうだから、
そうね、まあメカニックね、確かにね、はいはい、1人いるとすごいいいのよ。おお、やっぱりね、アップグレードとか車買ったりするとよくやるんでね、色変えたりとか。はいはいはい、なるほどね。そうなんです。残りの3名ってどなたなんですか？私の妹の星野桃和と、あ、はいはい、あ、じゃあ彼女があれか、救急入ったの、ね、あ、そうですそうです。と警察志望の青井優ってやつと、あ、青井さん、はい、カジノの転生するぞです。あ、名前だけ聞いたな、聞いた、見たことあるな。うん、ちゃんと話したことないかも。同期なんだ。見てください、これ、うん、あ、ありがとう。同期のバッグ、同期バッグです。同期おそろコーデです。あー、いいね、そういう仲間いいですね。はい、私同期いないもんで。あ、いないんですか？いないは年も上だわ、孤立してますよ、町からね。そんなことないですよ。そんなことないですよ。ちょっと目にゴミが入ったな。おい、お前が泣かせたんだよ、ぶつけたいさ。お前なんか言葉詰まりすぎだぞ。謝ってこいよ、お前。おい、待って、なんかうんこしようとしてる。もしかして新しい体勢で。すごい、二本指を突き出してうんこしようとしてる。あ、落ち着いてきた、落ち着いてきた。やばいやばい。あ、落ち着きました。あ、落ち着きました。出ました。あ、落ち着いた。あ、よしよしよし。あ、今日はバイバイうんちパーティーしますか？今日やりますか？やりますか？ちょっと従業員が見てないうちですよ、これ。あ、そうですね。あ、ここでいいんですか？ここでいいんですか？でも店の中ですよ。店の中です。セッツ。セッツ。レディ。早く早く。おい、どうした？サラダ。はい、レディ。レディ。ゴー、ゴー。うわー。これはひどい。これは4時37分にやることなんだろうか。どうせなら真っ白い雪の上でしたかったな。まだ出るんですか？3人でさ、ケツ向き合って一箇所に集めようよ。ああ、集中させますか。私とね、大場さんはいいんですけど、サラさん本当にこれでいいんですか？大丈夫なんですか？あ、いっぱい出します、頑張って。ああ、そうですか。はい。なんか俺らが思ってるのと違うな。なんかちょっと違う、ね、うん、俺らが気にしてること。おい、早くセッツしろ。セッツ。セッツ。レディー、ゴー。一箇所に出ないじゃないか。一箇所にが出ない。お尻の真下だから、お尻が合体しないと無理だね。よし、結構出たな。今日は出ました。お、大佐すごい。大場くんが一番少ないじゃないか。え、大佐すごい。お、大佐出たね。お、大場くんちょっと少ない。いや、僕ちょっと店内で出しすぎました。あー、ちょっとさっきね。そう、店内の方で。写真撮らない。写真を撮らない、これ。後で送っておきます。あー、ありがとうございます。はい、アイコンにでもしてください。あー、壁紙にね、しますか。見返すことないだろう。今日のね、今日という日の思い出をね。確かに、なんかエモいな。大事なんで。うん、大事ですか。